今週の神奈川ビジネスアップトゥーデイトはかまぼこを特集。かまぼこが日本の文献に初めて登場したのは平安時代の1115年、今からちょうど900年前のこと。そして小田原にかまぼこを製造して150年の老舗企業があります。そのシャゼは老舗にあって老舗にあらず、企業にとって変えてはならないもの、そして変えていかなくてはならないものとは。小田原市風祭りに本社を構える鈴廣かまぼこ本店。慶応元年1865年に創業。網元、魚商を営む傍ら、副業としてかまぼこの製造を始め、明治の中頃にかまぼこ製造を本業とし、屋号を鈴廣に改めました。昭和37年に風祭りに工場を建設して生産体制を増強。小田原市鳴田の恵み工場と合わせて年間2000万本の板かまぼこを生産しています。小田原、箱根を訪れる人々のために観光施設を次々に展開し、平成19年かまぼこの里をオープン。鈴廣かまぼこ本店を中心に鈴なり市場、かまぼこ博物館、レストラン、ビール醸造所など年間20万人が訪れる人気スポットになっています。特に人気なのがこちら、かまぼこ博物館で行われるかまぼこ・ちくわ手作り体験教室。そして鈴なり広場ではさまざまなかまぼこ製品を販売しています。食べ合わせてわさび漬けとね。こちら栗です。栗だ。なんかこういう季節物もいろいろ商品開発をね、そうですね、してるんですね。これは味覚が試されますね。味覚も試されますね。じゃあこちらからいただきますよ。はい。優しい味。今回は今年創業150周年を迎えた鈴廣かまぼこの鈴木弘明社長にお話を伺います。もう鈴廣さんのかまぼこは150年作り続けてらっしゃるということで、はいはい、もうここに至るまでもちろん味だとか作り方もやはり変わってきたんですか？はいはい、そうですね、まあ、小田原がまず今の近代的なかまぼこの製法の発祥の地であるというふうに自負してるんですが、はい、あのお魚の身を特にまあこの白身のお魚を使ってお水でお魚を洗っちゃうんです。洗うというよりもさらすという言い方をしますけど、さらす、はい、でお肉を細かくしてお水でさらすことによって生臭みを取ったり、出来上がったかまぼこが白くなったりするんですけどね、そういう基本的な技術がどうも小田原の中から生まれたみたいで、それを我々はずっと継承しているわけですね。その手法をまた小田原という地でどん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 こうある意味イノベーションしていったっていうような歴史ですか？みたいです。いやでもすごいですよ、あのかまぼこの里、あそこまでこうどん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 こう大型化していったっていう理由はどういう狙いがあるんですか？しましょうかね。とにかくそのうちはもうかまぼこで行くっていうふうに腹をくくってますので、かまぼこのためなら何でもやるぞみたいな。ですから例えば地ビールもね、箱根ビールっていう地ビールをやってますけど、あれもかまぼこを食べていただくための一つの仕掛けなんです。はあ、そうなんですか。どういう仕掛けなんですか？ですからお店でね、レストランで、まあ、かまぼことかちくわとかうちのビールと飲むと、おビールに合うじゃないかと、これからうちでもちょっとかまぼこちくわをね、つまみにしようかなと思っていただければ、もうそれでいいわけで。なるほど、マリアージュの提案で。そうです、そうです。全てはかまぼこを食べてもらうための仕組みだと。そうです、それしかありません。
私もこう長くこう老舗企業を取材しているんですね、うん、で、まあ、その経営者の方たちにいろいろと聞くわけですよ。多くの方がこう共通して言うのはやっぱりこの時代の変化とともに革新を続けてきたからこそ生き残れたんだっていうことと、あとは規模の拡大をしなかった、追わなかったっていう、うんうん、この2点が非常に共通してるんですよ ね、うんうん、なるほどね。この点どうですか？例えば私はかまぼこは毎日食べますけど、うん、その前の日に作ったものが何十種類か一切れずつ私のところへお盆に乗って何十種類って毎日来るんです。それを全部口にしてますから、でまあお客様には分からない範囲でやっぱり製品っていうのはこう品質がばらつくわけです。それをすぐに修正をしなきゃいけないわけですね。ですからそれがこう目が届かない範囲になったらもうダメですもんね。で私もですから父から言われたのはもうとにかく毎日食えと、それだけは絶対やれと言われていましたから、まあ、毎日食べてますけど、まあ、そういう意味でねこう、うん、規模の拡大っていうものも自分たちの本当にできる力の範囲の中で、うん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 、まあやっていくっていうことがきっと老舗企業たる理由だと思いますし、あと社税がありますよね、はいはい、本社の、はい、老舗にあって老舗にあらずというね、ここのこう真意というか本意というか、うん、そこは何なんでしょう。ですから老舗にあって老舗にあらずですけども、老舗にあってっていうのはやはりその伝統とかそのきちっとしたその古いこととか、そこはもうそれでちゃんと学べと、ちゃんと重んじろと、うん、だけどもそのいわゆる新生だからといって安住するなと、日々革新を続けると新しいことどんどんやれっていう、そういう意味ですよね。だから非常にこう両面こう裏腹みたいなこと言ってますけど、はい、まあ、その意味で言うと、うん、じゃあその伝統を重んじていけというところの部分と、うんうん、あとはじゃあ革新をしていくんだっていうのの象徴的な御社のこう事業で言うとどんなことになります？うちの今手作りの人たちなんかもですね、昔は見よう見まねで技を覚えろっていうことをしてましたけども、今はかまぼこを科学するっていう言葉を入れて、かなり科学的にそのかまぼこの作り方を解析してるんです。この練り方とかね、塩を入れるタイミングとか、もうじゃあデータ化すると、データ化してあったり、科学的に理屈になってて、でそれを手作りの職人に学ばせるんですね、ちゃんと。そうすると見よう見まねでやってるよりも理屈が分かってますから、科学的な理屈が分かってるから非常に進歩も早いんです。なるほど。あともうこれからその次の100年に向かって取り組んでいくっていう部分ってどんなものうん、老舗をさらに老舗たるものにしていく、うん、魚肉タンパクを自在に加工する技術って言いますかね、うん、ノウハウですから、うん、それがまあ自分の強みになるんだろうなと思ってはいるんです、うんうんうん、ですからお魚の素晴らしいタンパク質を魚ごとに全部違いますから、もう本当に正確な、はい、もうみんなキャラクターが違うんです、ですからそれをちゃんと掴んで、どういう作り方をするとどんな食感でどんな味のものができるかっていうことをね追求して、で様々にやっぱりお魚タンパクを皆様方に美味しく様々な形で食べていただくっていう、そういう製品開発とか製品改良とかね、ここをしっかりやろうと思ってるんですけど。今年8月に完成した鈴廣かまぼこの新しい社屋はゼロエネルギービル。ゼロエネルギービルとは、建物内の一次エネルギー消費量を省エネ性能の向上や再生可能エネルギーの活用などで正味ゼロにする建築物です。さらに小田原らしい方法で環境や自然に配慮した建物になっています。今年8月に完成した鈴廣かまぼこの新社屋、小田原の環境や自然に配慮した取り組みを鈴木社長に案内してもらいました。
ここはあの休憩室、はい、でしてこの床もちょっとご覧いただきたいんですけど、でもこの節がたくさんある、これは小田原のヒノキの板なんです。ヒノキを使ってらっしゃるんですか。で、まあ、色はこれ4色に染めた色なんですけどね、あえて地元のものにこだわった。そうです、もうとにかく小田原の木をしっかりたくさん使おうと思って、ね、これ妙に明るいと思いません、すごい。そうですね、これ電気じゃないんです。え、これ全く電気じゃないです。これ屋根の上から外の光が落ちてるだけなんです。え、そうなんですか。電気じゃないんですか。全く電気じゃないです。これつまり自然光。自然光です、これ。ブリキのこう缶が屋根からストーンと降りてきてるだけなんです。これ7メーターか8メーター上から降りてきてるだけ。筒型のものがありますよね。そうです、これはあのここだけプリズムが最後ついてますけど、途中は全くのあのガランド、ガランド、ある程度こうピカピカになってるこう缶の中を光がビーッと降りてくるだけです。おしゃれですね。オフィスの天井とは思えないようなこの作り。はい、で小田原はあのヒノキと杉とこれがほとんどなんです。で戦後あの植林した森なんですよね。で今その森の木がちょうど切り時といいましょうかね。要するに50年もの60年ものでこれを切って使っちゃわないといけないんです。もう立派にこう樹齢があればいいってもんじゃないんですね。もう 100年200年あればいいってもんでもないんですね。なるほど。ですから今が本当に使い時なので積極的に今使って、それでまた新たな植林をしていくっていうね、それがこのそうですね、この10年20年の間に行われないと小田原の森が健全に維持できない、そんなふうに思ってます。もうこの社屋はゼロエネルギービルと、はい、いうことでお作りになったんですけども、はいはいはい、実際はどれくらいのダウンになったんですか。実際は本当に半分です。半分になりました、設計上はね 54% ダウン、はい、47% 何点何パーで設計したんです。これまでのその光熱費すべて、すべてですから、まあいわゆるこういう規模のビルを今までの概念というか今までの設備で作るとこのぐらいですと、それに対して新しいシステムを組み込むと 47% で済みましたって、こういう設計ですね。一番大きなエネルギー源っていうのは実はですね、地下水なんです。というのはずっと年間15、6度でしょ、はい、だから夏なんかは外気との温度差が15度とか20度近くあるわけです。でこの外気との温度差って冷房に使えるでしょ、で冬は外気が5度とか0度だったら、プラスのあったかいエネルギーがこれまた使えるでしょ、はい、ですから夏と冬にこの地下水の持ってる温度っていうかな、カロリーっていうか、これを上手に使うってことはね、すっごい大きいですよ。はあ、地下水ってすごいですね。すごいです、すごいです。だから特に小田原は地下水が豊富ですから、この小田原らしいこのシステムなのかもしれません。改めてになるんですけれども、あの新しい社屋を環境に配慮したゼロエネルギービルにした理由というのはなぜなんでしょうか。まあ、私もまあいろいろ、小田原のこう環境に関わる活動とかにも携わらせていただいている中でね、この小田原の地っていうのは海と山と川と平地と里、山里っていうのかな、まあ、それが本当に非常に短いこう距離の中でこうギュッと詰まっているんですね。でなおかつそれが非常にそのこう自然が循環をするんです。で水を媒介として、はい、だから雨が降って森に染みてまたそれが川に流れて海をどうやってね、こういうその水を媒介とした自然の循環が非常にこのコンパクトな中でこう回っていくのが小田原で、はい、そういう環境の中でいろいろ考えてた時に、今なんか自分たちが当たり前にやってることがどうもこれはおかしいぞと、俺たち変なことやってるぞ、不合理なことやってるぞ、不条理なことやってるぞって気づくっていうことすると大事だと思うんですね、はい、ですからこういうビルでも本来はね
本来はだって外明るいのになんで家の中で電気つけなきゃいけないのっておかしいでしょって。そうですよね。窓開けりゃいいじゃんって、うん、ねえ、だって春だって冬だって別に空調なんていらないじゃんって、うん、何をバカなこと我々やってるんだろうとかね、うんうん、もっと本当はこうじゃないのっていうことを絶えず考えるような脳みそになるっていうのが、ね、それが一番目的かもしれません。だから設備投資で何年回収って全く別の次元の話ですよ、はい、まあ、ここに中に、うん、まあ、それこそいる社員の人たちの気持ちが変わってくるっていうことが、うん、多分一番の目的なんだろうっていうことですよね。そうかもしれません。やっぱりこうなんですかね、ちょっと普通の会社の人たちよりもちょっと一歩でも二歩でも伝わると思いますよね。前に行ってる社員になると、まあ、これが最終的にはいろんなその製品の開発の話にもね、いろんなものにも生きてくるんじゃないのかなとは思うんですね、うん、ここからさらに100年、うん、200年っていうふうにね、うん、会社様を続けていくとして、うん、まあ、どういうようなことが必要なのかという、うん、その鈴廣のもう未来の姿っていうのはどういうものなのか、まあ、結局ね、世の中に必要とされれば残るし、必要とされなくなれば残らないし、それだけのことだと思うんですよ。まあ、単にそのね、美味しいとか楽しいとかっていうことではなくて、やっぱり本質的に本当に人間の健康とか生命とかそういうものにとってこれは絶対必需品だという存在にならないといけないんですよね。で、そのためには先ほど申し上げたようにやっぱり魚肉のタンパク質っていうものをコアにして、それをどう必要なもの、絶対必要なものとして人様にやっぱりこう認めていただけるかっていう、うん、そこをどういうふうにしようかなって絶えず、うん、絶えずこうやって考えてるんです、はい、この後は本日のアップトゥーデイト。今回内田さんと一緒に鈴廣の本社に伺いましたけれど、はい、鈴木社長の小田原に対する愛情すごく強く感じました、うんうん、はい、ではここで内田さんが感じた神奈川経済の今を、はい、今日のアップトゥーデートとしてまとめていただきます、はい、今日のキーワードは老舗企業は常に顧客起点と。もう本当に150年ね続いていくっていうのは大変なことですよ。で、まあ、そのね、なんで続いてきたのかっていうのが鈴廣さんのこう社是に凝縮されていて、老舗にあって老舗にあらずと。これ何かっていうとやっぱり伝統と革新ということだと思うんですよ。伝統っていうのはやっぱりもう確固たる品質に対する揺るぎない自信ですよね。どこを切り取っても恥ずかしくない商品を作ると。でも一方で世の中っていうのはどんどん変化していく、お客さんのニーズとか価値観っていうのが変わっていく、それに対してどうアジャストしていくかっていう変化に対しての努力っていうのが両方あるわけですよね。 でもこう成功体験があるから進化する革新をしていくってすごく難しいんですよね。でもそれがじゃあなんでできるかっていうと顧客起点なんですよ、うん、お客さんが今何を欲しがってるのかっていうところをじっと見ていたら何をやるべきかってことが決まってくるわけですよね。でそういうのもあのかまぼこの里をね見るともう今目の前にいるお客さんが何を欲しがってるのかと、ね、何を出せば喜んでくれるのかってことに真摯に向き合ってるなっていうのがあそこから伝わってきましたね。